というその感想ですね、このあたりを聞いてみたいという声があるので、まあ、ボホールチョコレートヒルズとか、あと、まあ、メガネザルのターシャとかですね、あと、まあ、ロボガーとかいろいろあるんですよね、パングラと、アロナビーチとかですね、ボホールはですね、まあ、セブから船で行けたりとか2時間ぐらいです、2時間弱ですかね、あと、一応もう空港があるんですよね、まあ、国際空港 の、 その、国際線の就航が予定よりもずっと、まあ、コロナとかもあって遅れてたりするんですけども、 国内線で行けたりとかですね、まあ、ボホールはすごく便利になりました。で、まあやっぱり一度は行ってみて面白いのかなと思います。なかなかですね、ああいう、チョコレートヒルズのような光景もないので、評判、僕の周りでは結構口コミはいいですね。まあ、ネットで調べてもいいんですけども、僕の周りでもですね、結構、魅力的な場所と言われています。ビジネスモデルですね、海外移住ご希望の方からなんですけども、ビジネスモデル、ダイレクトレスポンスマーケティングの DRM